大体以上でお話は終わりますが、今日ですね、教え子がちょっと来てるので、何の打ち合わせもしてないんですけれども、松澤さんにちょっとだけお話をしてもらいたいと思いますが、手元に学級通信ありますか？出ると思うんですが、あ、じゃあ。あまり年齢は言いたくないんですが、何年って書いてありますね、それね、学級通信。私もさっき年齢聞いてびっくりしたんですが、当時中学生、どんな感じでこう受けてたのかって、私もちょっと話直接聞いたことないので、何とも言えないんですが、ちょっと語っていただいて、中学校生活、中学校に限らないんですけれどもね、思春期の大事な時期、どんな感じで過ごしたのかって、ちょっと話をしてもらいたいと思います。の先生の教え子で松澤と申します。中学校1年生の時から3年間生の先生に担任をしていただいたんですけど、なのでなんか先生のなんか学級しか知らなくて、他の先生がどういうなんかクラス作りをされてたかとかはわからないので、こう比較しようないんで、ちょっとどう喋ったらいいかなと思ってきたんですけど、生の先生と、生の先生のクラスで一番に思い浮かぶのって班日記と学級通信と、あと親の日記もずっとあったんですけど、それが一番心に残ってるなと。私の親ともよく話すんですけど、最初に班日記を書きなさいと言われた時は、何をみんなが読める日記に何を書いていいかわからなくて、その日あったことを多分つらつらと書いていたら、なんかそういうことじゃなくて、こう一日その日一日に自分が感じた、なんか一番感じたこう書きたいことを書けばいいんだよって言われて、なんかそうなんだなと思って、なんかその日一日一番何を考えたかなとか、どういうことがあったかなっていうのをすごい掘り下げて考えて、中学生ながらに書いていきだしたような記憶があるんですけど、なんか自分が一日、日記に、心に残ったこととか、自分の気持ちを表現していけるようになると、なんだ、クラスのみんなに読まれるというか発表されてしまうことなので、最初書くのに、なんか勇気がいったりしてたと思うんですけど、なんかだんだんこう誰ということなく、なんかみんなの日記を読んで、なんかこういうことを思ってるんだなとか、こういうこと書いてもいいんだなとか、多分みんながみんなそういう雰囲気になっていって、こう本当に思っていることを書けるようになっていったというか、そのクラス、40人ぐらいいても、こうあんまり深い内容を話し合ったりしないと思うんですけど、こう日記を書くことによって、なんか自分がこういうことを思ってるんだなっていうのも多分自分で確認できるし、この人ってこういう日記書くんだとか、あの子ってこういうことを思ってるんだなっていうのを、なんか日記を読むことによってなんか感じ取れていたので、今でもすごい心になんか残っていて、そのただのクラスメートというよりかは、なんかもうちょっと近い存在で、家族とまではいかないんですけど、親戚とか兄弟というか、なんか私の中では、同じクラスの
子たち、まあ、今でも頻繁に連絡を取り合ったりとかはしないんですけど、なんかこうその半日記とかの学級通信があったことによって、こうちょっと身近に今でも感じられる関係を築けていたのではないかなと思います、あとはですね、まあ、日記、半日記とか学級通信とかも瀬野先生すごいなと思うんですけど、今こうちょっと先生の、私が中学2年生の時の学級通信見せてもらって、なんか日付とかを見てると結構頻繁こまめに出されてて、当時は何もそんなに思ってなくて、ああなんか、うん、なんか先生また出してるなぐらいの軽い気持ちで、ああよなんか 毎回配られて軽い気持ちで読むんですけど、こうコメントもすごい長いし、すごい感覚が狭いですよね。なんか結構頻繁に出されてて、多分体育の先生やって、なんか日々それ以外の仕事もして、こういうことをなんかできるっていうのは、なんか多分すごい、まあ先生多分マメなのでっていうのもあると思うんですけど、なんか本当すごかったなと思って、でも私は3年間担任してもらって、3年間こう見てもらってたので、なんかこうこんなに熱心に生徒のなんか心というか気持ちになんかを見ようとしてくれてたっていうのが、なんか今になってなんか すごいことだったんだなと、ありがたかったなってすごく思います。親の日記もすごく今見ると面白いんですけど、それに対するコメントもすごく先生長く書いてるし、なんか私も今親になって思うんですけど、なんかその中学生ってすごい難しい年頃で、親にあんまりこう今日どうだった、一日どうだったよとか、学校最近こんなだよっていうのを話せない時期だと思うんですけど、それを学級通信とかに載ることによって、親も多分あクラスにこんな子がいるなとか、この子こういうことを思ってるんだなっていうのを多分感じてたし、親の日記をこう回し読みすることによって、なんか当時もちょっとは思ってたと思うんですけど、今の方が余計なんか、あなんかすごいどこの、 家庭の親御さんもなんか一生懸命なんかまあ子どもと向き合って育ててくれてたんだなって、すごいこう学級通信からも親の日記からもなんか、あすごい 愛情を感じるなと思って、すごいひしひしと先生とか親からの、親たちからの愛情をなんか見てちょっと感動してたんですけど、うん、どうかな、ちょっとあと何か言おうと思ったんですけど忘れちゃったんですけどで瀬野先生すごいさっき お話聞いててもその学級通信とか見てもそうなんですけど、すごい生徒のことよく見てる、見てくれていて、なんか生活、なんかなんだろう、生活してる中でもうすごい細かくって、なんかすごい私覚えてるんですけど、なんか教室の掃除の仕方とか、なんかすごいきっちりこう曲がって入ったりしたら怒られたし、なんていうんですか、丸くそう履き方、すごいこう多分
なんだきちんとなんか吐く隅からきちんと吐いて、物もちゃんとなんかどかして吐くとか、その先生がすごいきっちり掃除するんですよ、生徒の誰よりも。とかをすごい私よく覚えてて、で画鋲の刺し方とかもなんか細かくて、なんかすごい教わりましたよね。なんか画鋲の刺し方、斜めこう下にとか、町の掲示板とかでブスって刺さってるのを見ると、なんかあこれ違う違うって今思ったりとかで給食だったんですけど、食べ残しもすっごい厳しくて、私最初それがすごい嫌だったんですけど、すごい偏食だったんですよ。なんか食わず嫌いで好き嫌いが多かったんですけど、先生はそれをすごい許さなくて、なんか絶対なんか残しちゃいけなかったんですね。でキノコとかが嫌いだったので、なんかキノコうどんとかをメニューでなんか献立でキノコうどんだったりとかすると、先生がなんか配膳する係っていうか、キノコうどんを出す担当してて、なんかもう少しにしてくれって言えないし、どうしようと思ってなんか普通になんかジローっていう目で食べろよみたいな感じで渡されて、なんか無理やりなんか頑張って食べてたんですけど、でなんか残すとなんか食べれるまでなんか残されたりしてましたよね。だからそれが嫌で、私は頑張っていろいろ食べるようにしてたら、好き嫌いが本当になくなって、今全然好き嫌いないんですけど、先生が担任じゃなかったら多分今でも偏食が激しい子だったんじゃないかなとかすごい思います。あとペンの持ち方もなんかすごい厳しくて、なんか今そういう先生っているの、そこまでなんか見るのかなと思うんですけど、先生はすっごい細かくよく見てるんで、なんか私もすごい鉛筆の持ち方がおかしかったんですよ。なんかおかしいまま育ってしまって、でなんかおかしいとは思いつつ、なんか矯正簡単にできなくて、なんかこっそりいつも書いてたら、先生が「あっ、なんか お前の持ち方変なの？」ってみんなの前ですごい「なんだその持ち方」って言われて、なんか「ああ」って思って、そこからきちんと直しましたとか、なんかそういうなんか細かいことなんですけど、なんか。私はすごい感謝していて、なんか先生にあの時ペンの持ち方とか掃除の仕方とか食わず嫌いをなんか直してもらわなかったら、多分そのまま大人になっていたので、私はこれは先生にすごい感謝してるそう、でもなんかすごい大事かなと思って、すごい見てるってことじゃないですか。だから良かったなと思ってるんですけど、あとなんか卒業するときに、なんか先生から、まあ、生徒と教師なんだけど、まあ、教え子でずっとあることには変わりないんですけど、なんかこれからは一人のなんか人間同士としてなんか付き合っていこうみたいなことを言われたですけど、なんかなんかその一言があったことによって、なんかこうなんかこう先生っていうとこう構えてしまうと思うんですけど、なんかこう一人の人として付き合っていっていいんだってその時すごい思って、なんかそれから頻繁に連絡を取ったり会ったりしたわけではないんですけど、なんかずっと心になんか残っていて、なんか、なんかあったらいつでも来ていいよって、なんか人と人との付き合いしようって言ってもらったことがすごいこうなんかお守りみたいな感じで思ってました。直接何かあったら相談したりしたわけではないんですけど、なんか励みになってたなと思いました。
でも、まあ、何かあったわけではなくて、先生となんかばったり再会したのも仙台のカラオケ屋さんで夜に私は家族と来てたんですけど、先生はなんか親戚の方と来てて、なんか本当にばったり、なんかあれ清野先生みたいな、それも母が最初に気づいて声をかけて、でちょっと連絡先交換して、でなんか実は関西にもよく行ってるよみたいな、私大学から関西にいるので、でなんかちょっとこうなんかたまに来られる時にお会いするようになったのは最近なんですけど、まあそういうのとか、まあ、今日こうやって講演会でお話しさせていただくのも、まあ、縁があってのことなので、まあこれからもこういう縁は大事にして、いきたいなと思います。で私も息子1歳1ヶ月になったので、まあ、願わくば星野先生のような熱心な先生に巡り合って大きくなっていってほしいなと、そういう清野先生みたいな先生がこれからどんどん増えていってくれたら、なんかこうまあ心に何か残る教育をして、それを受けたなんか人がまた人たちが増えていったらいいなと私は思っています。はい、以上です。